夏の集中豪雨に流された黄土を飲み込んで横濁した黄河はやがて河南省に入り、時に幅20キロを超える大河となる。この流域は中原と呼ばれ、黄武と劉邦の死闘など波乱に満ちた中国史の舞台であった。そして人々は治水の戦いの末に今世界でも有数の小麦生産地帯を作り上げている。